それでは試練を始めよう。時間は5分。君たちの本当の姿を存分にさらけ出したまえ。みんな大丈夫か？外せるなら外してあげたいけど、これ素手じゃどうにもならない。無理だ、何もかも。諦めるにはまだ早いだろう。私たちに思いつく限りのどんな便利な道具が見つかったとしても、ほんの数分でできることなんて何もないんだよ。それは多分そうだけれど、できることがないなんてカリンちゃんらしくないよ。カリンちゃんはいつだってスーパーヒーローでしょ。諦めないでよ、見捨てないでよ。私はさ、これがデスゲームだと宣告された時、諦めというよりは覚悟のようなものを感じてた。覚悟とはどういう意味だ。このデスゲームを受け入れざるを得ない、正面から受け止めなくてはならないっていう覚悟だよ。意味が分かんないよ。受け入れるってどういう意味。そのまま言葉通りの意味だね。これだけの王子家の密室、そしてわずかな残り時間、どう考えても犯人の望まない何かが見つかるとは思えない。それでどうしろというんだ。まさか死刑囚を、ミナを見殺しにしろというのか。しないでほしいんだ。私は犯人がデスゲームと言い出した時にはもう覚悟を決めてた。だから自分のカードが何かなんて考える前にもう覚悟を決めていた。嘘だよ、カードは先に配られてみんな先に見たよ。カリンの決めた覚悟というのはどういうもの。死刑囚が仮に自分であっても誰であっても、それを受け入れようって覚悟だよ。意味わかんない、意味わかんない、それどういうことなの。ミナは死んでもいいってそう言ってるの。そうなの、カリンちゃん。言葉をごまかしてる時間もないから、はっきり言うさ。そういうことだ、ミナ。いや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 。でも聞いてくれ、ミナを見捨てたってことじゃない。死刑囚を見捨てざるを得ないってことなんだ。死刑囚がミナじゃなくて、フーカであってもドレビであっても、あるいは私自身であったとしても、死刑囚を受け入れる、その覚悟でいたんだ。本気で言っているのか。本気だ。仮にこの部屋のデスゲームを生き残ったとしても、次の部屋でもまた別のデスゲームが待っている可能性もある。その時に今度は私が犠牲を引き受けることでみんなが助かるような役割となったなら、私は躊躇なくそれを引き受けて受け入れるよ。その代わり他の人も同じように受け入れろってことだね。私たちの運命を決めたこのカードはランダムに手渡された。あの檻の中の子は本当に無造作に配ったよ。誰が死刑囚になるかは
完全な運だった。ちゃんの泣きたくなる気持ちは私も痛いほどわかる。でもミナちゃんに死刑囚を受け入れてもらう以外に最善の方法がないのも事実なんだよ。ミナ、気の毒とは思うが受け入れてくれ。私たちはね、ただ生き残りたいだけならミナちゃんの意志なんか無視することだってできはする。だからミナにもどうか受け入れてほしいんだ。時間はわずかだけど、それを受け入れるためのミナの気持ちを整理する時間に使ってほしい。やだ！聞き分けて、それが最善の方法なの。やだよ、やだ！お願いだから、ミナ、怖い気持ちはわかるよ。誰だって死にたくなんかない。でもね、これは運命なんだよ。従うしかない。ミナちゃんの勇気がみんなを救えるんだよ。ミナちゃんのほんの少しの勇気で。そうだよ、勇気だ。頑張ってくれよミナ、頑張って。どうか受け入れて。頑張れミナ、頑張れ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 。てくれないの？カリンちゃんこそどうしてミナの気持ちがわからないの？カリンちゃんはいつだってミナのスーパーヒーローでいてくれたのに、なのになんでミナを助けてくれないの？どうして、どうして、どうして。この際だからはっきり言うぜ。私は湯浅美奈、あんたが嫌いだ。なんとなくうちらの中のマスコットポジションだったから、私も空気を読んで上辺は付き合ってあげてたけどさ、私はお前のこと小学校の時からずっと嫌いだ。すっげー嫌い、マジで嫌い。お前のこと人間だとも思ってねえよ。だってお前犬みたいに腹見せて転げ回ってこびるしかのうのね、動物だもんな。え、何言ってるの？Thank you.
何を言っている。あんなにもミナと仲良くしててずっと前から嫌いだったなんて信じられるものか。もちろん最初から嫌いだったわけじゃないさ。出会った一番最初の頃は私もミナが大好きだった、ドレミみたいに。でもね、すぐにミナの本性を私は知ることになるんだ。そして理解した。こいつは人の行為を貪り食うだけのただの動物だって。じゃれて転げ回って媚びてみせて相手から好意を引き出してそれを食らうだけ。そんなの動物でさえないな、虫だよ、寄生虫だ。そんな一応仲良し4人組ってことになってたから私も上辺は合わせておいた。自分でもすごいと思うよ。こんなにも毛嫌いして上辺だけの関係だったはずなのに、それを全く皆本人に気取られてなかったなんて。私演技の才能あるのかな。いや違うよね、こいつは人間じゃないからわからなかっただけだよ。カリン聞いていい？そんなにもミナちゃんを嫌いになる何があったっていうの？ミナはカリンちゃんに何をしたっていうの？カリンちゃんにそこまで嫌われるような何をしたっていうの？お願いだから教えてよ。謝るから、絶対に絶対に謝るから、だから許してよ。覚えてない時点で許す気はさらさらないよ。でも教えないのもフェアじゃない気がするから教えてあげるよ。覚えてる？小学校の頃クラスにいたムカつく男子豚川、本当の名前は私も忘れたよ。でも豚川ってあだ名だけは覚えてる。みんなもさすがにあいつは忘れないだろ。よくいじめられてたし。ミナの家は裕福で、昔からいつも新しいおもちゃとかすぐに買ってもらえてたでしょ。きっと豚川はさ、幸せな家庭のミナを無自覚に嫉妬していたに違いないよ。思い出した、確か親も町内で知られた厄介な人たちだったよね。親も先生も関わり合いになりたくなくて、いじめを訴えてもいつも無視されていたはず。で、当時のミナもとうとう豚川の標的になるわけさ。それで当時のミナは豚川に何のおもちゃを取られたか覚えてるかい？変身ステッキ。そうそう、魔法のファッションスターレイヤーズ5の変身ステッキ。ミナの大好きな一番のお気に入りのおもちゃだったよね。それを持って公園で近所の友達とレイヤーズ5ごっこをしてて、私を焚きつけて自分の宝物を取り戻させようと企んでただけなんだ。そんなつもりで言ったことなんてないよ。ならどうして来なかった？
お前を信じて、私はずっと待ってたんだぞ。それで、それでお前が来ないから、来ないから、まあいいや、もう本当どうでもいい。別にすっきりしたわけじゃないけどさ、全部吐き出せて清々するよ。みんな、私はお前が嫌いだ。大嫌い。嘘だ。嘘だよ。嘘だ。有罪。頑張れ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 。やめろ。頑張れ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 。やめろやめろやめろ。せいやめろ。なんだよなんでだよ。決めんだよ。お前らわけわかんねえ。なんだよ頑張れ頑張れって脳みそ腐り出してんのか。私たちを救うために犠牲になることを頑張れって言ってるだけだし。お前はいいんだよ。お前は私のこと大嫌いなんだろ。だからお前はいいんだよ。元から腐ってんだから。私が言ってんのはドレミア風花のことなんだよ。私？お前そもそもいつからカリンと仲良しになったよ。あんた、いつも陰ではカリンのこと嘘つき呼ばわりしてたじゃねえかよ。はあ？そんなこと風花が言うわけねえぞ。私と風花は親友同士だぞ。うん、そうだよ。カリンとはずっと昔からの親友じゃない。へえ、ずっと昔から。カリンちゃんが何か言うたびに陰でさ、信用できないよね、カリンってよく嘘つくしとか言ってるくらいの親友だったんだね。何を言ってんの？言ってました、聞いてました。一度や二度じゃありません。わけのわからない話はやめて。カリン、耳を貸しちゃダメだよ。パニックっておかしなことを言ってるだけ。カリンちゃん覚えてる？中学に入ったばかりの頃、みんなで風花ちゃんの家に遊びに行った時。うっせえよ、黙れみんな。黙れみんな、いただきました。優等生風花ちゃんの汚いお言葉、マジレアいただきです。風花、あの日さ、私聞いたよね。何の話？わけがわからないよ。ねえドレミ、何の話かわけがわかんないよね。ああ、何の話か私にもさっぱりだ。ドレミちゃんだって、風花ちゃんとはずっと昔からのお友達ってふりをしてるんだよね。はあ？ミナちゃん、さっきから何を言ってんの？もう時間の無駄だよ。ドレミ、さっさとミナの拷問レバーを引いちゃってよ。うわー、風花ちゃんのお姫様、こんな時でも相変わらずドレミちゃんのご主人様気取りなんだね。ほら、お姫様が拷問レバーを引けって命令してるよ。かしこまりました、お姫様って言ってひざまずかなきゃ。
うるさい。黙れ。またお姫様のゲロ袋か。それで風花が笑顔になれるならって超けなげなこと言ってたよね。トレミちゃんってばマジトレイちゃん。嘘でしょ。トレミ、風花ちゃんはトレミちゃんのこと大の親友だって思ってたんだよね。でも残念でした。トレミちゃんにとってはそうじゃなかったみたいです。カリンちゃんも残念だったよね。フーカちゃんのこと大の親友だと思ってたのにね。実は全然そんなことなかったんだよってエピソード他にもいっぱいあるよ。全部聞きたい。ミナはお化けに見えて結構記憶力はいいんだよ。もちろんミナも残念だよ。大好きだったカリンちゃんにあんなにも恨まれてたなんて知らなかったから。あ、そうそう、タレミちゃん、こんな状況で聞くのもなんだけど、ミナとドレミちゃんって昔っからの親友同士だよね。今は死にたくないから私を見捨てることに妥協してみんなで頑張れ頑張れなんて言っちゃったけど、本当は私のこと今も親友だと思っててちょっとだけ胸を痛めてくれてるんだよね。私はすまない、ミナ、私も死にたくないんだ。うん、それはいいよ。仕方ないよ、誰だって死にたくない。ミナだってもしドレミちゃんの立場にいたらドレミちゃんに対して頑張れ頑張れって言っちゃったもんね。だからお愛子だよ。でもね、聞いて、ドレミちゃんもなんだよ。カリンちゃんもフーカちゃんも、そして私も一方的に親友同士だと信じてただけで、実は相手にはそう思われていなかった。それはドレミちゃんもなんだよ。私が誰に嫌われているというんだ。ドレミちゃんを嫌ってる人教えてあげるよ。減ったね。私だよ、私。この湯浅美奈が世界で一番小学校の時から大嫌いなのが花房ドレミてめえなんだよ。何さらっとショックみたいな顔してんだよ。どうして恨まれてるのかどうせ覚えてないんでしょ。教えてやんね。お前はそのわけのわからない中途半端な気持ちのままでこれからを生きてきやがれ。面白いよね。すっごい笑える。私たちって仲良し4人組じゃなかったっけ。何が仲良し4人。笑える。全然仲良しじゃないくせに、さも仲良しのように3人で揃って頑張れ頑張れって笑える。足元の炎強くなってきたみたいだよ。ドレミ、ミナの拷問レバーを引いて。ドレミ、時間がない。私に命令するな。私は
お前の家来じゃない、ケロ袋じゃない。ドレミ、何を言ってるの。私はあなたをそんな風に思ったことは。お前がどう思ってるかじゃない、私がどう感じてたかなんだよ。いいか、私に命令するな。私は断罪者、お前はピエロなんだからな。私に命令する資格がないどころか、自分自身が絶対安全なわけではないことを忘れるなよ。私はいつの間にかミナに恨まれてしまっていたようだが、それはこれから謝って取り返したいと思ってる。でもお前は謝ったって許さない。私はお前がずっと昔から大嫌いなんだ。ドレミ、そんな、生き残りたい一心でミナを犠牲にすることに同意したが、本音を言っていいなら、私の一存で風花を死刑囚に変えたっていいんだ。やめろ、風花はダメだ。風花は親友なんだ。でも風花ちゃんには全然そう思われてないんだよね。嘘つきかりんちゃん。ふざけんな、全部ミナの嘘だ。風花が私を嫌ってたなんて嘘だ。うん、私もかりんちゃんが私を嫌ってたなんて嘘だと思いたいよ。でもね、もうパリーンって砕け散っちゃった。元には戻れない。未練でかけらを拾おうとすればむしろ傷つけるだけ。ならいっそかけらをもっともっと踏みつけて粉々に。そうしたらキラキラとした星の砂みたいになって、みんなで一つになれるかもしれないよね。有罪。やめろカリン、ミナは殺さない、殺させない。ドレミ、あんた血迷ってないで、ミナの拷問レバーを。ドレミちゃん大好き、許してもいいから私のために戦って。耳は貸すな。ミナを見殺すって決めたろ、変更はできない。私は見殺さないぞ。ミナが許してくれると言った、見殺さないぞ。これでまた元の仲良しに戻れるよね。大好きだよ。僕は男の子だから、この私の気持ち理解できないよね。私たちも男の子みたいに殴り合ったら後腐れなく仲直りとかできたらよかったのにね。
女の子を生きるってめんどくさいよね。ここで飛ぶ、回る、攻撃、一閃。うわー、すごいよ、母ちゃん上手。たかが猫と思っていたが、やるものだな。クーちゃんはきっと自分を私たちと同じ人間と思ってるんだろうね。うまいぞクーちゃん、次は私と合わせてやるんだぞ。いつの間にかすっかりここが私たちの放課後のたまり場となったな。まあ私たちには毎日帰りにハンバーガー屋に寄れるようなお金はないもん。バイトすればいい。やだ、めんどくさいもん。うん、この暖かな陽気を満喫できる価値は時給ごときでは換算できん。クソクーちゃん、仮面剣道 V6 嵐剣山。すっごい、カリンと完全にシンクロしてた。でかしたぞクーちゃん、今の呼吸を忘れるな。はい、頑張ったクーちゃんにはご褒美があるよ。今日はね、フライドポテトを残してきたんだよ。私はなんと唐揚げを残してきたのだ。あー、クーちゃんはやっぱりお肉の方に惹かれている。ダメだよクーちゃん、唐揚げは不健康なの。ミナの方がヘルシーだよ。いやいや、唐揚げもポテトも似たようなもんだぞ。なんで？だってポテトってジャガイモだよ。ジャガイモは野菜だよ、食物繊維だよ、ビタミン C だよ、ヘルシーなんだよ。あ、いやいや、だって唐揚げもポテトもどっちも油で揚げてるだろ。違うよ。カリンちゃんは案外知らないんだね。そうか、油は油でも動物油と植物油では別物なのか。確かに動物油より植物油の方がヘルシーでいい感じがするぞ。唐揚げよりポテトの方がダブルでヘルシーなのか。すごい、フライドポテトがダイエット食に感じられてきた。さあクーちゃんはどっちを食べるんだ。やっぱりパワフルに唐揚げ、それとも時代は健康食ブーム。両方食べた。いいぞクーちゃん、それでいい。仮面剣道への道のりは何でもよく食べることに尽きるのだぞ。うん、今日のクーちゃん美食対決は引き分けだな。クーちゃん、明日は何を食べたいの？なるほど、わかった。がっつり系だな。違うよ、あっさり系って言ったんだよ。きっとどっちも美味しくいただけちゃうと思うよ。それにしてもクーちゃんはすごいよな。本当に世界初の猫の仮面剣道になれるかもしれないぞ。クーちゃんとはやはりソラ君のことなのか。え？私も実は思ってたぞ。ソラ君のソラって字をイメージしての名前なのかなって。
バレてたか。ソラくんのことだったの？ミナは気がつかなかったよ。ミナの場合はソラと名付けても気づかなそう。クーちゃんに会った時ね、仲良し5人組の5人目が猫になって帰ってきたような気がして。おいおい、ソラくんを勝手に殺すな。ソラくん今頃どこでどうしてるんだろうな。一度来た町にはもう二度と公園に来ないのかな。ネットで調べれば分かりそうだけれどな。何年か前に座長さんが倒れて、それ以来活動休止しちゃってるみたい。え、ネットで分かるんだ。じゃあソラ君にメールしたりとかできるのかな。今度こそお願いするんだ。かっこいい盾アクションを見せてもらうんだ。そしたら私とクーちゃんとソラ君で3人で戦隊がやれちゃうぞ。私は連絡先を調べたことがあるけど全然わからなかった。代表アドレスも休眠しちゃってるみたいだった。きっと今も役者として活動していると思う。ただあの頃からプロ気質が強かった。本名をネット上に公開するなんて間抜けはやらないだろう。仮に会えたとしてびっくりするぐらいソラ君も変わってると思うぞ。ミナたちだってあの頃からすっごく成長して変わったわけだし。ミナのどの辺が変わったって？いっぱい成長したの。じゃなくてソラ君もきっとものすごい成長しててかっこよくなってると思うから。だからそうだね。ある日突然目の前に現れても私たちはソラ君だって気づけないかもしれないね。それは向こうにとっても同じだと信じたい。まあ私ら小学校の頃からちっとも雰囲気変わってねえけどな。でもね、ミナはソラ君ときっとまた会えると思うんだよ。会えたらいいね。ううん、絶対に会えるよ。ミナの予感は当たるの。どんな形での再会になるのかね。ミナの予感ではすっごく意外な再会になると思う。ミナの根拠なき予感はよく当たるからな。Hehehehe